ブルーフラッグ残り1周、森且行先頭、堂々と先頭、おととし優勝を飾っている森が先頭にあります。2番手の際は内から内山、外篠原滑ってしまった、外からストミが来る、2番手は内山優勢、篠原の外から津波の強烈のまくり、3番手体勢どうか、6番森且行に一つ答えた、2番手内山大きい光、堂々たる競争ぶり、先頭にあっという間抜け出しました。大きい先頭、2番手中山、3番手の末が焦点、4番の別府の外から意地を見せるか、8番の荒井啓太、外から荒井啓太、3番手最後は並んで変わるかどうか、大きい光完勝、2番手中山、3番手荒井啓太、先頭3番の山際、惜しくもフライング失権となりましたが、先頭走っています。2番手5番の松本、3番手若い、この2、3番手の2人がどうやら唯一ということになりそう。3番山際が先頭でゴール、先頭5番の重富大輔、どうやら1番人気に応えそう。2番手へと混戦から山田達也が抜け出してまいりました。3番手2番も早船粘っている、外に黒岩、さらには4番の中野典人、3番手は早船わずかに優勢か、5番の重富、1番人気に応えた2番手山田。天気にも恵まれました今年のスーパースターフェスタ2019、残すはファイナルレース2番となります。10メートルオープン、1番中山光、2番松本康、3番重富大輔、4番森且行、5番内山隆秀、6番大木光、7番山田達也、8番若井智和の8人です。予想外の強風が吹き荒れる川口バンク、そういったものも振り払って集中力をより高めたいシリーズ戦の優勝戦、平尾正明杯優勝戦の発走でございます。天国の平尾正明さんに向かって8人が爆音のメッセージを送ります。11レースシリーズ優勝戦スタートしました。2番の松本康、インコースから中山、松本が行きました。棋戦を制したのは松本であります。さらには重富大輔、森且行、これは人気の森且行、絶好のポジションにつきました。インを占める松本、これを一まくり、3番の重富大輔主導権を握っています。3番の重富の主導権です。森が2番手、さあ3番の重富大輔が主導権を握る形になりました。4番の森がつかず離れずの2番手の位置、さらには中段では7番山田、前を攻めようとしましたが少々壁になりました。3番の重富大輔が主導権を握ります。4番の森が仕掛けどころを探っています。4コーナーを立ち上がりまして少々滑りました森且行、3番の重富大輔につける隙があるのかどうか、まだまだ先は長い道のり、レースは始まったばかりであります。4番の森ちょっと滑っています。タイヤのグリップ感はどうか。3番手2番の松本、4番手には山田達也、さらには中山光、5番の内山が続いています。若い友風はまだ後方、7番手最後方が大きな体勢になっています。ちょっと4番の森がついていけなくなっています。3番の重富大輔、さあ後ろから山田が来る、2番の松本の内をついて山田が3番手に上がりました。山田が3番手に上がりました。まだまだ二の足を使えるのかどうか。残りは4周回、3番の重富大輔、2番手4番森且行、なかなか間隔が縮まりません。そして3番手は山田達也、こちらの動きの方が目立っています。残りは3周半、3番手の山田の追い足はどうか。先頭は3番の重富大輔です。4番の森懸命に追走していますが、今のところは追いつけそうな気配がありません。3番手から山田が逆に4番の森に差を詰めてきています。7番の山田、さあ森にチャージをかけることができるかどうか。3番の重富の主導権になりました。山田が来るのか、さあ残り2周で森の内に入ってくる。山田が2番手に上がりました。もう森は抵抗もできません。山田が2番手に上がっています。残り1周半、どんなドラマが待っているのか。3番の重富大輔が先頭でありますが、地元2万人を超えるファンが、さあ山田の背中を押している。残り1周ブルーフラッグ、重富大輔が先頭だ、重富大輔先頭だ。山田が一勝負かけられるかどうか。最後のコーナーに向かっています。重富先頭だ、外から揺さぶりをかける7番の山田、最後は渾身の一差しが決まるか、いや決まらない。重富勝ったのは重富、最後までこらえました重富大輔。最後は狙っ
た7番の山田達也、わずかに及ばず。重富大輔押し切りました。山田は2番手ゴール、森は3番手ゴール。以上11レースでした。そして、現在打ち出されているのはそのスーパースター座決定戦の前に行われましたスーパースターシリーズの優勝戦、広尾正明杯。こちら見事に優勝となりました飯塚27期の重富大輔選手、ウィニングラン始まっております。いや、最後はゴール前後続に迫られましたけれども、そうでしたね、本当によく振り切りました。最後どっちだっただろうと思うぐらい接戦でしたね、はい、本人もドキドキだったんじゃないでしょうかね、うん、そうですね。まあ、このシリーズ戦に関しては G2 格で、ね、はい、行われています。まあ、そういった意味では、重富大輔選手は昨年ダイヤモンドレース G1 戦を、制しました。実は優勝がそれ以来だったんですね。あ、そうなんですね、2018年8月27日以来ということなんですが、はい、その時は雨での優勝でした。そうでしたね。今日はしっかりとした両走路、はい、立ちましたね、G2 格という話をしましたが、 G2 に関しては2006年にジュニア選手権を制している重富大輔選手ということになります。これが通算では一般戦含めて14回目の優勝となった重富大輔選手。おそらく飯塚のファンの皆さんも大喜びだったと思いますね。そうですね、はい、もうレースの序盤から早めにね先頭に上がりました、うん、そこから8周ですから長く感じたでしょう ね、誰が迫ってくるんだろうと、はい、で本当にレースの後半では抜かれてしまうような、そうですね、それぐらいの動きをしている選手も真後ろにいました ましたから、川口翔太は特にビジョンも、ね、見えますから、はい、もしかしたらそういったところで警戒しながら走ってたかもしれませんね、はい、だと思いますね。今愛車に一礼をして、表彰の舞台へと来ました重富大輔選手です。今大きな礼をかけられました。まだレースを終えてねそんなに時間が経っていません。この2万人を超えるファンの皆さんの前ですから、おそらく今までのこういった表彰で最も多いファンの皆さんの前に、ね、出てきたということになると思いますね、うん、今ファンの皆さんに一礼しました。それでは喜びの声をお聞きいただきましょう。それではお待たせしました、ラピスタ新橋プレゼンツスーパースターフェスタ2019スーパースターシリーズ戦、平尾正明杯で見事優勝しました飯塚の重富大輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ち聞かせてください。そうですね、嬉しいです。はい、多くのファンの方々の声援飛んでいます。声は届きましたでしょうか。昨日からいろいろ届きました。もうすごい感謝します。改めてレースを振り返ってまいりたいと思いますが、まず今日のシリーズ戦、どのような気持ちで臨みましたでしょうか。そうですね、もう年末だったんで、もう悔いのないレースを一走一走しようと思ってました。今日のレース、スタートから振り返っていかがでしょうか。できすぎですね、はい、早め先頭でその後ずっとトップを走っていました。その時の心境は。まあそうですね、開けて勝てれるようなレースがしたかったんでほっとしてます、はい、後ろから森選手が追い上げてくるシーンもありました。そのことは気づいていましたか。はい、一回もうすぐスタートして見えたんで、でももう開けるしかないと思ってました。見事逃げ切りました。ゴールの確信はどのあたりでされていたんでしょうか。ゴールするまで分かりませんでした、はい、ゴールした瞬間、確信をした瞬間はどのようなお気持ちでしたか。嬉しかったです。さあ、その嬉しい思いまず誰に伝えたいですか。そうですね、やっぱり、まあ、みんな、まあ、選手先輩たちも後輩たち同期やらいろいろいるんですけど、やっぱり一番面倒をかけてきた久川さんに伝えたいです。さあ、今日2019年シリーズ戦の優勝という形で幕を閉じました。最後にファンの方々に一言お願いできますでしょうか。はい、次、スーパースター
王座決定戦の優勝戦が、今からありますので、皆さんどうぞ車券を買って当たってもらったら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、重富大輔選手もやはりこれだけの大勢のファンの皆さんの前ですから、はい、ちょっと緊張感もあったかもしれませんけれどもね。でも普段は非常にお茶目な選手なんですけどね。嬉しそうな顔してますよね。してましたね。はい、いやこれで、スーパースターシリーズ戦ゲットということになりましたのでね、来年さらなる高みでの活躍、はい、期待したいですね。